五冠末期、政治の混沌と政府の弾圧。くっそ、黄金軍が追ってきた。黄金族どもは俺たちを皆殺しにするつもり。民衆を守るために私と共におとりになってくれるのか。生きる望み。待ち伏せだ。ここは君たちが血を流して戦っているのに、私だけが生き延びてどうなる。今日はあなたの命運はまだ尽きています。乱族聴覚よ、この間黄金族ども、ここがお前。聴覚は天下に災いと騒乱をもたらす。黄金族め、俺の邪魔。黄金の乱は乱世を混沌へと導き、血みどろになろう。抗ってやる。水菜の舞を蒼天に。大将攻撃。強制を払う力、ご覧に入れましょう。義を重んじることは何よ。大事。撤退だ。早く撤退しろ。英雄たちに助けていただき、私たちは敵を追って狩猟の聴覚をやっつけます。近頃昼夜をと。それなら辞退する理由を。心配しないで。志向、お名前を聞かせて。ここが思考の状態。黄金軍が遠ざかって、まずは才能のあった。大丈夫。で、武将訪問をタップして武将を1名獲得してね。カードをタップすると武将を獲得できるよ。やった。低武将。普通訪問は無料で毎日3回行えるよ。タップして新しい。練度も補給も十分なら戦に出よう。敵将を討ち取ったよ。タップしてクリア報酬を受け取って。主公が出征の間にかけら小包みを開けてみて。主公の軍勢ますます強大になったね。勝機をもとっても嬉しいよ。権力は中。装備を装着、強化完了。もう一度戦って戦力の変化を感じてみて。思考、見て見て。主城へ戻ろう。ミステリーショップに入って、ここには上級訪問令があって、上級訪問令は貴重な武将を訪問するために使うんだよ。上級訪問へ行こう。カードをタップすると武将を獲得できるよ。新しい武将が参戦したよ。高速作戦をタップするとすぐに大量の報酬を獲得できるよ。ちょっとした秘密を思考に教えてあげる。クリアしたステージ数が多いほど高速戦闘の報酬も豪華になるんだよ。さあ、はい、射程を続けよう。クエストを完了すると陣機を解放できるよ。陣機は戦闘中に強力なスキルを放つだけじゃなくて、武将に価値の高い属性を追加できるの。はい、はい。思考、思考。タップして自動戦闘の報酬を受け取って。
小虚を舐めると怪我するよ。兵士たちよ、全力で城を攻める。実に愉快だ。将軍はまるで美酒のように人を酔わせるな。大切な人のためなら何だってするよ。出征して強敵に挑戦すると大量の経験値や資源を